できる。だがその時それは机ではない。それ以上分化すれば机ではなくなるような一つのまとまりを我々は個体と呼ぶのだと。日常的に我々がインディビデュアル、個人というものについても同じことが言える。我々はそれを身体的、物理的な合成と見ることもできるし、小行為や小関係の相対として見ることもできる。が、その時個人の個体性は消えてしまう。我々が漠然と個人と呼んでいるのは、それ以上分化すれば消滅してしまうような一つのまとまりである。それは決して個人がそれ以上還元できない基本的な単位であるということを意味するのではない。またそれは個人、すなわち人間的個体のみに限定されるのでもない。あるものを個体として見ることは、そのものの性質やレベルに依存しないし、それ自体は分割可能であるということとも矛盾しない。例えば分子や脳や国家も個体であるし、第二次世界大戦という出来事も個体である。個体がそのようなものだとすると、個体の特殊性、個別性と単独性とはどのように区別されるだろうか。単に個体が一つしかないということであれば、それらは区別されない。この区別はそれらの個体が一般性あるいは集合に属するか否かにある。先に挙げた例で言えば、個々の国家は国家という集合のメンバーであり、個々の脳は脳というクラスの一員であると。また、たった一つしかないものも、その成因が一つしかないような集合に属するということができるのであると。しかし、第二次世界大戦という出来事についてはどうだろうか。それが戦争という集合のメンバーであり、その特殊であることは疑いない。だがそう言ってしまうと、第二次世界大戦と固有名で呼ばれているものの単独性は消えてしまうだろう。何かを個体とみなすことにおいて共通していても、個体を類、クラス、一般に対して見るか、それを単独性において見るかで違いが生ずる。それは当の個体自体の性質は無関係である。